弟子の時代には親方と呼び、独り立ちしたら師匠と呼ぶ。それが今も盆栽の世界に残る徒弟制度です。そんな日本古来の盆栽の世界に飛び込んだ一人の外国人がいます。今夜の新春な人です。蝦夷松の盆栽の手入れをするマイケル・ハゲドーンさん、アメリカ・アリゾナ州出身の36歳。去年12月日本にやってきて盆栽の世界に弟子入りしました。マイケルが弟子入りした仕事場には樹齢350年以上の盆栽がいくつも並びます。物言わぬ盆栽は先人たちが深い愛情を注いできた証でもあります。 With bonsai, when you're working on them, it can be a really old tree, it can be a really young tree. At some point, when you're working on the tree, you fall in love with it. 厳しい修行の世界に飛び込んで4ヶ月。マイケルの手は職人の手になっていました。It's the only thing I can think about. So it would be foolish for me to do anything else.芽吹きの今は盆栽の植え替えなどでとても忙しい時期です。マイケルが兄弟弟子と植え替えしているこの盆栽。樹齢350年の御用松、500万円はするという高価な盆栽です。まずもっとしっかり留めて、はい、下まで深く深く、こっちごらん、こっちごらん、いかに一回取ろうとしなくて、はい、マイケルが弟子入りしたのは小布施町で活動する日本屈指の盆栽作家鈴木真嗣さんです。盆栽界で最高の栄誉とされる日本盆栽作風展の内閣総理大臣賞をこれまでに2度も受賞した、まさに盆栽界のカリスマ的存在です。プロゴルファーのジャンボ尾崎さんや片岡鶴太郎さんなど盆栽好きな著名人の多くも鈴木さんに盆栽の手入れを託しています。そしてアメリカではローマ字表記の盆栽が英語の単語として定着しているほど今盆栽ブームです。その盆栽専門誌の表紙を飾るのはマイケルの親方鈴木さんの作品。親方、メラケで。これも。これまで弟子入りを熱望する外国人は50人近くに上りました。多くの手紙の中には、マイケルが日本人の知り合いに書いてもらった弟子入り志願の手紙もありました。アメリカで陶芸作家だったマイケルは盆栽にも興味を示し、アメリカ人の先生について習っていましたが、さらに深く盆栽を学ぼうと弟子入りを志願しました。外国人がどこまで本気で盆栽を勉強してくれるか測りかねていたこともあり、これまで鈴木さんは外国人の弟子入りを断ってきました。マイケルは初めての外国人の弟子です。僕がアメリカ公演なんか行った時も、例えばカリフォルニアでやってもニューヨークにやっても3時間もある中を彼はね飛行機で来たりして公演来に来たのね。それで何回か手紙もらって僕を勉強させてください、その熱意に惚れたのと、何回か会ってみてね、まあ性格がいいかなと思って。弟子となったからには他の日本人と同じ扱いです。日本に来ることが決まってから日本語を勉強し始めたというマイケルですが、親方の指示はきちんと理解できているようです。よし、じゃあマイケル水やっちゃって。はい、ちゃんと。見よう見まねで覚える修行の世界で、親方と兄弟子たちはいつも遠くから見守っています。優しい。親方の心臓は親切。うん。
ご飯の用意。はい。ご飯ご飯。朝6時から働き通し、仕事場で兄弟子と囲むお昼の時間が何よりの楽しみです。お、なんか舌ができるとか、そういうなんか、あとなんか、あ、外人となんか絡めるとかそういうのあったんですけど、なんか、いざ来たらなんか日本人っぽいし。修行が終わるのは夕方6時。時には夜遅くになることもあります。マイケルが向かう先は仕事場の近くにあるレストランです。はい、マイク。Here's your burger. おお。どうぞ。すごい。どうぞ。ビールも。ビールも。はい、どうぞ。おー。すみません。はい。いただきます。どうぞ。おいしい。一日中慣れない日本語と緊張感が張り詰めた職場で過ごすマイケルにとって、ジャズの流れる店内は気が休まるようです。それでも今日勉強したことを忘れないうちにノートに書き残すことも忘れません。将来アメリカで盆栽の先生になって本も出したいと語るマイケル。One of my favorite trees, for bonsai is the juniper, shimpaku. It is, the best, junipers are very abstract. And I was, an abstract painter when I was in college, and I think that's why I like this species of tree so much. So in America, I would like to work on juniper. Ichiban.マイケルが手掛けていきたいと語る新柏は、五葉松と並んで盆栽で人気が高い木です。マイケルの憧れ、親方鈴木さんの新柏は、木の持つ気高さを心に感じ、技巧に埋没することなく躍動感を表現しています。こちらは、弟子入りの記念にマイケルが親方からもらった新柏です。まだか細い幹ですが、これからマイケルが数年数十年と愛情を注ぎ盆栽として手掛けていきます。将来この新柏がマイケルの手によってどんな姿を見せていくのでしょうか。さて、コマーシャルの後は鎌倉武将が見たかもしれない古い桜の物語です。